はい、今回の動画はワードで文章の背景色を印刷をする方法をご紹介します。 でででワードで今回ののの文章みたたいに背景のこの色をつけた場合ですねちなみにねこの背景色の方はこのデザインタブのこのページの色というところでここで、ね、いろんな色をね背景に入れることはできるんですけどもここのねページの色のところで背景色を設定をしてでこれをですねこのまま印刷をしたいといった時に特にね何も設定せずに印刷をすると背景色が印刷されずに白のまま印刷されます。 じゃあ一応印刷プレビューで確認をしてみましょうかねなんでファイルのところで印刷をクリックをするとこういった形でですね先ほどね文章の方には背景色を設定しているんですけども何もね印刷されずにですねこのままね白の背景で印刷されてしまいますなので背景色をね入れた状態で印刷をしたいといった場合は設定をですね変えないといけないんですけどもちょっとこの設定が分かりづらいところにあるんで今回の動画ではですねその設定方法をご紹介します それでは、ね、手順通りにやってみたいと思いますので一度ちょっと画面の方は戻してですね背景色を設定してこれを印刷したいといったときは、ね、先ほど開いた画面と同じなんですけどもまずはファイルというところですねこちらをクリックをしてもらってこの印刷というところをクリックをしますで次にこの下のところにですねこのページ設定という項目がありますのでこちらをクリックをしてくださいはい次にこのページ設定のウィンドウのですねこの上の用紙タブのところですねこちらをクリックします はい、でさらに、この用紙タブの中のこの右下の方ですかね、この印刷オプションという項目がありますので、こちらをクリックをしてください。はい、そうすると、このワードのオプションというウィンドウが開いて、この中の印刷オプションというところの中のこちらですね、背景の色とイメージを印刷するというところ、これがですね、標準の状態だとチェックマークがついてないので、こちらにチェックマークをつけてですね、OK ボタンで閉じます。で、このページ設定のウィンドウの方も OK で閉じてください。 はいそうするとこういった形でね先ほどはですね背景色を設定しているのに白のままですね印刷をされてしまいましたけどもこのね背景色のこの色をですね印刷をすることができるようになりましたなのでこういったですね何かのねお知らせの案内であったりだとかあとはねちょっとしたチラシみたいなものは背景色を入れたいっていうケースもあると思いますんでねその場合はですねこの設定をしてですね印刷をするようにしてくださいそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後ままで見てていただきまして ありがとうございました。